はい、どうも、スミファクトリーです。今日は電卓を使ったある面白ネタにチャレンジしていきたいと思います。早速やっていきましょう。どうぞ。皆さんもしかしたら知ってるかもしれませんが、はじめに8を抜かして入力する数字を入れていきます。1、2、3、4、5、6、7、8を抜かして9です。そして2番目に1から9までの数字の中から好きな数字を1つだけ選びます。頭の中で選んだらそこに9をかけてください。じゃあ私は8で計算します。で72ですね。はい、で暗算した答えを8を抜いた1から9の数字の中にかける72で計算すると、なんとじゃん、8並びの数字になりました。じゃあ他にももう一個ちょっとやってみましょう。やり方はさっきと一緒です。1、2、3、4、5、6、7、9、8を抜かした9です。9までの数字です。そこにじゃあ僕は今度何をかけたかなっていうのをちょっと予想してみてください。はい、この数字が答えです。私が選んだ数字は6です。6を選んで9をかけて54。そこに1から9、8を抜いた9までの数字を入れてかけて殺すと自分が考えた数字が出てきます。不思議ですね、このトリック。でもここのポイントは、頭の中で計算するのがポイントで、ここの数字が出てきた時におーってなるのがこの面白ネタなんじゃないかなと思います。皆さんも電卓あったらぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。以上、スミファクトリーでした。また面白い動画あったら作っていきたいと思いますので、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。それでは、バイバーイ。